1週間の地震について振り返る週間地震情報です。この1週間に起きた地震になるんですけれども、千葉県北西部での最大震度5強の地震、そして岩手県では6日の未明に、マグニチュード 5.9 のやはり大きな地震がありました。でこの岩手県沖の地震ですけれども、こちらも最大震度5強となります。でこのエリアですけれども、2011年の東北地方太平洋沖地震、マグニチュード 9.0 の超巨大地震の後、地震活動が活発化している領域になります。この1週間で皆さんも実感されたと思うんですが、緊急地震速報が、何回にもこう渡って発表されました。6日から7日にかけて合わせて3回の緊急地震速報の警報ですね、これが発表されております。震度5弱以上の地震が予想されたということになるんですけれども、岩手県沖の地震と千葉県北西部の地震のほか、大隅半島東北の地震で最大震度5弱以上が想定されたんですけれども、こちらは結果的に震度4で済んだということになります。それぞれの震源かなり遠いということもあって、関連性はないものと見られるんですけれども、この後もどこで大きな地震が起きてもおかしくはない、そういった状況は継続していくというふうに見られます。そして最後に海外の地震ですね、こちらが USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。このように、10月の9日にはバヌアツ近海でマグニチュード 6.8 の地震がありました。震源の深さが500キロ近い、かなり深い地震でしたので、津波の発生はありませんでした。そしてもう一つ、10月4日の日本時間の昼頃に起きた地震ですね、サウスサンドイッチ諸島で起きたマグニチュード 6.3 の地震がありました。規模は大きかったんですけれども、津波が発生するほどのことはありませんでした。このサウスサンドイッチ諸島付近では今年の8月にも地震が多発するような状況がありました。今しばらくは大きな地震が起きやすいものというふうに見られます。以上、週間地震情報についてお伝えしました。